レンタサイクル久でエみ大阪の街中で必ず目にするのは自転車を漕ぐ人の姿です大阪は都会なので近くを移動するのは車より自転車の方が便利です私も毎日自転車に乗って子どもの送り迎え買い物などに 利用していますどこへでも気軽に行ける自転車は私の生活に欠かせませんそんな私が最近気になっているサービスがありますレンタサイクルです自転車シェアリングシェアサイクルコミュニティーサイクルとも呼ばれています 大阪ではまだまだ他の観光地に比べるとサービスが少ないらしいですがこのシステムは自転車をそれぞれのステーションで借り利用した後はどこのステーションで返却しても構いません観光客にとってはとても便利なサービスですレンタサイクルを利用して観光地を ゆっくり散策してみたいです自転車は風も感じられて気持ちよくこれからの季節にぴったりです今は新型コロナウイルスの影響で自宅で過ごす時間が多いですが収束したら是非利用してみたいと思っています